岸優太さん誕生日、平野翔耀神宮寺優太からのサプライズメッセージに涙。絆の深さにファンも熱狂。岸くんの思い描く世界に、あいえる和泉なんなで一緒についてくよ。岸優太さんの誕生日が、彼にとって特別な日となったことは間違いありません。その中でも、特に心に残る出来事として、同じグループで共に過ごしてきた平野翔さんと神宮寺優太さんからのジャストメールがあります。 これには、岸さん自身も驚きと喜びを隠せなかったようです。タイミングが完全に一致するというのは、偶然かもしれませんが、そこに込められた友情や絆の強さを感じる瞬間でした。二人がそれぞれのタイミングで送ったお祝いのメッセージが、まるで息を合わせたかのように、ぴったり同時に届くなんて、そんな奇跡が日常にあるなんて素敵な話です。このエピソードは、 岸さんと彼の仲間たちの間に築かれた深い絆を象徴しているのかもしれません。平野さんと神宮寺さんは、共に岸さんと長い年月を共有してきた仲間であり、彼らの間には言葉では言い表せない特別なものがあることは、ファンもよく知っています。彼らの間に流れる感情は、ただの仕事仲間としての関係を超えて、家族のような強いつながりを感じさせます。二人がこの日に合わせて送ったメッセージは、 単なるるる誕生日のののののの祝福以上に、に彼ららの心の中にある岸さんへの思思いいいや感謝の気持ちが込められているのだと思います。もちろん、ファンもこのエピソードに熱狂しました。SNS 上では、ジャストメールに対するリアクションが次々と投稿され、ファンたちがその奇跡的な出来事を共有して祝いました。岸さんへの愛が詰まったメッセージの数々は、まるで一つの大きな家族が誕生日を祝っているような雰囲気を醸し出しています。 そして、ファンの反応を見ていると、彼らが岸さんや平野さん、神宮寺さんと一緒にその瞬間を祝っているように感じることができ、グループとファンとの間にある特別なつながりが再確認されます。岸優太さんが受け取ったこの、ジャストメールは、彼にとって最高の誕生日プレゼントの一つだったことでしょう。二人が同じ瞬間に彼のことを思い、祝う気持ちが一つの形として現れたのは、 偶然でありながらも必然的な出来事だったかもしれません。長年共に活動してきたからこそ、こうした奇跡的な瞬間が生まれるのだと感じさせます。さらに、ファンが注目しているのは、岸さんがこれからどんな未来を歩んでいくのかということです。今年29歳を迎えた彼は、これまでの経験を生かして新しい挑戦をしていくことが期待されています。彼の明るく誠実な性格、 そして周囲ののの人々にに対すする思いいやりの心は多くのファンに愛されていますそしてその愛は今回の誕生日メッセージにおいてもファンや仲間たちから岸さんへのエールとして表れているのです。ファンからは「これからも素晴らしい一年を過ごしてね」という声や「岸くんのリーダーシップは永遠だよ」という応援のメッセージが多数寄せられており岸さんのこれからの活動に対する期待感が高まっています。 彼の存在がファンにとってどれほど大切なものか、そして彼が与える影響の大きさを改めて感じさせる瞬間でした。このような誕生日にまつわるエピソードは、岸さん自身だけでなく、彼の周りにいる人々、そしてファンたちにとっても特別なものです。彼の存在が、どれほど多くの人々に愛され、支持されているかが明らかになりました。ファンの間では、岸さんの優しさや思いやりが、 彼を特別な存在にしているとよく言われます。彼の誕生日に寄せられた祝福の言葉たちは、その証明とも言えるでしょう。岸優太さんのこれまでの活動は、彼の誕生日を祝うメッセージの中にも象徴されています。29歳を迎えた岸さんは、長い間ファンの心を掴んで離さない存在であり続けました。彼のパフォーマンス、笑顔、そして人柄の良さは、ただ単にアイドルとしての枠を超え、 芸能界全体においても一目置かれる存在となっています。そして、その背後には、共に支え合ってきた仲間たちの存在がありました。平野翔さんや神宮寺雄太さんとの絆は、ファンにとっても特別なものです。彼らの間にある強い友情は、ただ仕事を共にする仲間としての関係を超えていて、まるで兄弟のように深いものだと感じます。彼らが一緒に過ごしてきた年月や経験は、 お互いを成長させ、支え合い、乗り越えてきた多くの困難や喜びに彩られています。そんな中で迎えた岸さんの誕生日、彼らが同じタイミングでお祝いのメッセージを送ったことは、運命的な出来事だったのでしょう。二人のジャストメールは、まるでその瞬間を象徴するかのように、彼らの強い結びつきを示すものでした。ファンたちはその偶然の一致を、ただの偶然ではなく、 彼らがどれだけ岸さんのことを大切に思っているかの表れとして受け取っています。特に、ファンがこうしたエピソードに感動するのは、彼ら自身が岸さんやナンバーアンダーライン愛のメンバーたちと感情的なつながりを持っているからこそです。ファンは、彼らの関係性に共感し、自分たちもその一部であると感じることができるのです。そして、岸優太さんの誕生日が示すものは、ただ彼が愛されているという事実だけではなく、 彼がこれからも新たなステージへと進んでいくであろう予兆でもあります。ファンたちの期待はもちろんのこと、岸さん自身が29歳という節目をどう受け止めているのか、その心境にも興味が集まっています。彼はこれまで数々の試練を乗り越えてきましたが、その度に成長し続け、今ではリーダーとしての存在感を発揮しています。岸さんがどんな未来を描いているのかはまだわかりませんが、彼のこれまでの歩みを見ていると、 その未来にはきっと多くの成功と感動が待っていることでしょう。彼がこれまで示してきた努力や忍耐、そしてファンや仲間への思いやりは、彼を一層輝かせ、さらに多くの人々を引きつける要素となっています。岸さんが描く未来に向けて、ファンたちは引き続き彼を支え続けることでしょう。また、岸さんがこれからの1年間でどのような新しい挑戦に立ち向かっていくのか、その過程を見ることができるのも、 ファンにとって大きな楽しみです。彼の成長は、ファンにとっても一緒に歩んできた道のりの一部であり、共に喜び、共に感動する瞬間でもあります。ファンは、岸さんがどんな選択をし、どんな道を進むにしても、そのすべてを応援し続けることでしょう。それは、岸さんがこれまでに築き上げてきた信頼と愛情の証でもあります。岸優太さんがこれまで示してきたリーダーシップや仲間への思いやりは、 彼を特別な存在にしています。ナンバーアンダーライン愛の活動を通じて見せた彼の姿は、ファンだけでなく、同業者やメディアからも高く評価されています。彼の持つ温かさと強さは、どんな状況においても周囲の人々を引きつけ、励まし続けてきました。だからこそ、彼の誕生日にはこれほど多くの祝福が寄せられるのでしょう。また、このジャストメールによって、 ファンたちは改めて騎士さんとその仲間たちとの絆の深さを感じ、彼らの関係性がいかに特別であるかを再認識しました。この瞬間は、ただの誕生日のお祝いではなく、騎士さんを中心とした人々の間にある深い信頼と愛情の現れでした。ファンにとって、こうしたエピソードを知ることができるのは大きな喜びであり、彼らもまた、その特別な瞬間に参加しているような感覚を味わうことができたのではないでしょうか。 最後に、岸優太さんにとってこの一年が、さらなる成長と成功に満ちたものであることを願っています。彼の才能と努力は、多くの人々に感動と希望を与え続けています。そして、彼の周りにはいつも支えてくれる仲間たちとファンがいるという事実は、彼にとって何よりの力となっていることでしょう。今後も岸さんが、ますます輝きを増していく姿を楽しみにしているファンたちにとって、 今回の誕生日はそのスタートラインに過ぎないのかもしれません。これからも岸優太さんの成功を祈りつつ、彼がどのような道を歩んでいくのか、期待と興奮を持って見守っていきたいと思います。ファンと共に、岸さんの新しい一年が幸せに満ち溢れるものであることを願い、心からの祝福を送り続けます。